グリッドパリティとは再生可能エネルギーによる発電コストが既存の電力のコストと同等か、それより安価になる点を指す。ドイツにおける太陽光発電の導入コストの推移欧州における太陽光発電の発電コストの見通しグリッドパリティは大まかには既存の電力とコストが等価になる点を示す。具体的な定義は個々のケースにおける設置条件や 比較対象に想定する電力料金等によって異なる。例えば設置地域により発電量が異なり、電力料金も住宅用と産業用では異なるため、グリッドパリティの具体的な条件も変わる。また、電力の消費側にとってのグリッドパリティだけでなく、発電側にとっても利益の出る価格になる点と合わせて論じられることもある。このため定義も、 厳密に地位に定まるわけではなく、下記のように複数の定義が存在する。詳細は、太陽光発電のコストを、参照太陽光発電のコストは低減し続けており、2011年には一部地域で、グリッドパリティの達成が報告されている。太陽光発電の価格は低減しており、太陽光発電モジュールの価格が、容量1 w p あたり1ドルを目安に、 グリッドパリティが達成されると言われてきた。条件の良い国、地域では1ドル、WP を待たずにグリッドパリティに達すると指摘されてきた。2009年にファーストソーラー社がこれを生産コストで下回り、2010年にはモジュールの生産コストが0.77ドル、W になったと表明している。2014年にはさらに0.52ドル、0.63ドルまで、 安くできると表明している。実際の市場価格も最も安いモジュールの単価は2011年10月時点で WP あたり約1.2ドルまで下がり2011年には一部地域でのグリッドパリテ達成が報告された。普及で先行するドイツでは2011年までの5年間でモジュールだけでなく設備全体の導入コストが半額以下に低減し2006年に5000ユーロ KWP だったものが2200ユーロ、KWP 程度まで安価になっている。2012年には家庭用の電力でグリッドパリティに達し、2017年頃には実質的に女性が不要になると見られている。イタリアやカリフォルニア州の一部等ではすでにグリッドパリティが達成されているとの指摘もある。日照量の多いサウジアラビアの太陽光発電の コストは2020年までに9.5セントになり、ガス火力のコストよりも安価になるとの予測もある。日本では家庭用の小売電力については実質的にグリッドパリティに近いコストに到達しているとみられ、今後もさらにコスト削減が続く見通しである。普及が順調に進み2010年の発電コスト40円、キロワットアワーであったのが2016年には18円、キロワットアワーと、 半額以下になった。就効式太陽熱発電も条件の良い地域からグリッドパリティ達成が見込まれている。カリフォルニア州を対象にした分析では発電コストは2009年時点で0.15ドル0.16ドルキロワットアワーだったものが2020年には0.09ドル0.12ドルにまで低減しガス火力発電に対して競争力を持つようになると見込まれている。 太陽光発電ほど急激ではないものの他の再生可能エネルギーも価格競争力を増しており、主だったエネルギー源は条件の良いところではすでに枯渇性エネルギーとコストで並び始めている。ありがとうございます。